ニーズ粉末寿司ホワイトスターでございます。入れてきた、ここには新田がいる、ボックス内、新田のシュート入ってる、大谷来た、大谷持ち上がってシュート、大谷から狙っていきました、出るカメラ、カメラのミドルシュート、中井のボール、ドイワです、奪った金子、ショートカウンター、金子自ら持っていく、金子、そしてシュート、これはシースター、また金子、そして中で窓際、タッチが大きくなりました。落とした、シュート。横浜から篠田へ。ついた一体ライン、中井の折り返し、ヘディングシュート。速いボールだ、ゴールに向かっていく、押し込みました、同点に追いつきました。後ろからシュート、これはゴールキーパーが抑えます。張間が中央にクロス、さあすらして、ここはシュート、しっかり止めますけど、これは張間いい形になりそう、中央へクロス、シュート決まりました、17番の桂間、一つのチャンスをものにしました、今季初ゴール。さあこれはどうする、タコがドリブルで持ち込む、16歳のタコ持ち込んで、シュートはわずか左、さあまたタコがボールをもらって1対1シュート、これは枠の上、ポストプレー、ちょんと合わせた左足、あー惜しい、タコがチャンスを作れ、1対1決まりました。前半のアディショナルタイム、16歳が決めました、なでしこ1部リーグ初得点、あ、これはパスミス、隙を突かれました、9番の内田が狙っていました、あ、またこれは内田がボールに追いついた。最後まで走り切りました。袖の戸田がかなり寒くしています。得点を奪えるのよいと話しています。スピードのチャンスです。橋本のクロス、中シンボリのヘディングシュート、2枚のファインセーブ、you
また抜け出していく、シュートを打ってきます。ここを抜け出した、キーパーと1対1。しかしここは伊藤の入れてくるか、縦へのパス、シュートを狙ってくる。さあそしてここで前半終了の笛が鳴りました。ニアサイドを狙ってくる、こぼれたボール、これはさあこのスルーパス、この位置から一気に狙ってきましたが、縦のパスをつなげていきます。ここを合わせるところ、79分に得点が動きました。この時間先制点は伊賀 FC くのいち三重。キャプテンボールを入れてくる、こぼれたボール、あーこれも押し込まれた。ガッツポーズ、11番の小川志保。しない、かなりの人数をかけて頭で狙っていきますが、ボールを奪う宮迫。さあここにボールが入っていく、一旦戻してしっかりとディフェンスをかけていきますが、3点目が決まりました。試合が動いたのは79分、平田ひなのの先制点。若さあふれるというか、もう楽しみで仕方がないという雰囲気がかなり伝わってきました。寄せていくボニータの選手、しかしクロスボールが合っている、ヘディングシュートは決まっていきました。右サイドからのクロスボール、クロスボールが決まっていきまして、クソ中に入る、仕掛けていって、土屋どうなる、3マイナスはクリア、そこも残っている、クリアです。クリ、再びクロスを上げていったがキーパーキャッチ。さあボニーが、土屋行く行く、どうだ、かわして、さあそして前半終了ということになりました。前半終了0対1サイド、淵上クロス、どうだ、シュート外れていきます。折り方も側、さあゴール正面、どうだ、ヘッドは決まってきました。ヘディングシュートで押し込んでいって2点目、森下鴨川 FC がこれで2点と。中を見る鈴木を見て、ここはシュートはなってきたが、キーパー中に入る、これを収めて、さあミス、山本山本山本、トップ分かる、どうだ、シュートを狙っていったが、おっとシュートを押し込んだ、サイドクロスはニアサイドとキーパーを収めました。さあそして今ここでタイムアップ、今日はコンディションも、まあ、昨日から